この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。寝れない。時計の秒針が何度も周回するのをさっきからぼーっと眺めている。実際には長針でさえ何回か周回してたけど、それでも今の俺に眠気は降りてこない。カズサはとっくに眠ってくれた。ちょっとばかりテンション高かったけど、今日からは俺を風呂場から追い出し、食事だって自分の手で食べた。ベッドに潜ってからもしばらくは俺に対する恨み節や追加公演のことや日本を去った後のことをつらつら話してたけど、すぐに外出の疲れと喋り疲れが重なって、俺の目の前で無防備に柔らかな寝息を立て始めた。だから俺は今日こそ安心して深い眠りに落ちてもいいはずなのに。なのに記憶が邪魔をする。この後に及んでさらに大きな爆弾を落としてくれた東間陽子という人の残した言葉が。はい。だから白血病、普通は発酵のヒロインがかかる病気なんだけど、神様も何を勘違いしたのかしらね。行方をくらました陽子さんを無理やり探し出し、こうして直接会いに来たのはもちろんカズサのことを話すためだった。俺がもうカズサを支えられなくなってしまったことを正直に告げて助けを仰ぐために。そして今まで散々俺たちを振り回した責任を取ってもらうためだった。半年前くらいかな、たった2時間のコンサートで体がふらつくようになってきたのよ。責任取ってもらうはずだったのに。これでカズサも救われるはずだったのに。 3、4曲目あたりで動悸や息切れが激しくなってきて、終わった後も1時間くらい収まってくれなくてね。陽子さんは全く予想もしてなかった場所に俺を呼び出した。王城大学病院。あー、とうとう来たか、糖尿病って思ってたんだけど。普通は誰でもそう思います。親子とももっと節制すべきです。ギター君は相変わらずだ。私に対してもいっつも偉そうなんだから。すいません、まだ状況を飲み込めてなくて。まあそうよね、当の本人でさえ受け入れるのに結構時間かかったし。うちから歩いて15分。7年間通った北条学園の敷地内にある総合病院の個室のベッドにその体を横たえていた。向こうの病院で軽く見てもらった時には貧血だって言われたから、それから必死で食べて、ワインも白をやめて赤に変えたしね。それ色だけじゃ。それでもやっぱり症状が改善しなくてね。1年前ならオールナイトで弾いても平気だったのに。逆にそっちの方がおかしいって話もあるけど、カズサが高い壁だと強く意識するほどに。それでこれはヤバいんじゃないのってことになって、こっちで信用のおける高柳先生に見てもらうことにした。高柳教授なら知っている。俺が大学にいた頃から医学部長だった。
その手の病気に関しては世界的権威って言われてるし、何よりまあ昔からいろいろとあった間柄だし。そしてまた、そしてまたしても意外なところからカズさんの父親候補が。来日してから何度か検査入院して、だいたい病気の正体もつかめてきて。入院、つまり来日中に何度も行方をくらましてたのは、古い友人に会うためとか朝まで飲み明かすためとかじゃなくて、さてどうしようかって時に結構やばい症状が来ちゃってね。それがカズさんのコンサートの夜、あの日から。2日ほど記憶がないんだけどね。カズさんが誰も支えてくれる人がいなくて悲観に暮れていた時、それ以上に娘の差し出す手を必要としている人がいたなんて。なそうやろ。あの春樹はさ、もうこんな大事な時に娘をほったらかして陽子さんは何をしてるんだみたいな感じで上から目線でガーって言っとったけどさ、偉そうに言っとったけどさ、実はこんな事情があったっていうね。だからあんだけ息巻いとった自分自身がすごく滑稽になるよね。まあ今は大丈夫、週明けには退院できるから。カズさんにはそのこと言えると思う？今のあの子に。俺は今日この人を責めるつもりだった。自分のことを棚に上げ、説教の一つでもかますつもりで気合を入れていた。それなのに、どんだけ何も分かってなかったんだよ、俺。もしかしてカズさんの来日公演も。いつかは連れてくるつもりだったけど、急いだのはこのためね。今回の来日公演は単に売り時を逃さない冷静なプロデューサーとしての判断からだけじゃなかった。東間和沙は日本で受け入れられるのか、うちのバカ娘はもう一度日本で暮らせるのか、その両方を確かめたかったの。娘の将来を見届けられるかどうかわからないけれど、それを娘に伝えられない母親の悩んだ末のショック療法。私が生きてるうちにね。そんな、彼女のしたことは今のところ見事に失敗してるけど、事情を知ってしまった今、もうその親バカを責めることは俺には。言っておくけど、すぐ死ぬつもりなんか全然ないわよ。はい。最近はだいぶこの病気の致死率も下がってきてるし、薬打ちまくって金使いまくって少なくとも100までは生き延びるわよ。お願いします。そうやってまだ言葉の端々に東間陽子ならではの強さが見られることもあるけれど、ただね、もうウィーンには戻らない。私はもう日本を離れるつもりはないの。陽子さん。それでも今の彼女に、かつて意気揚々と日本を捨てたお気楽な開拓者の面影はもう見られなかった。自分の生まれた国ですもの、なんだかんだ言って世界で一番愛してる国ですもの。
その決断を責めることはできないし、同じ日本人としてはシンパシーを感じられる思いだし、事情を知れば知るほど反対する理由が消えていく。けれど、カズ様、どうしよっか。義丹君、あ、北原記者じゃなくなった。そんな、ちょっと冗談交じりな口調だったけど、彼女のその言葉はきっと嘘偽りない短足だったんだと思う。今のカズ様、陽子さんを超えることだけが人生の目標で、なのに陽子さんしか頼れる人がいなくて。そして多分カズさは日本に何の未練もなくなってしまっていて。そっか、カズさのことを拒絶したのね、あなた。ねえ、あの子のどこがダメだったの？そりゃピアノ以外に取り柄ないし、暗いし、わがままだし、意地っ張りで諦めの悪さはちょっと低レベルだけど。そういう問題じゃないです。あいつに不満なんかありません。そんなこと平気で言える人間、世界であなたしかいないから。期待してたんだけどな。お互い相手に期待しすぎてた。また負けたか、我が娘は。しかも5年前と同じ相手に。やめてください。この人ならカズサを、あの気難しい天才にして社会不適合者を何とかしてくれるんじゃないかって勝手に。こっちとしても賭けだったのよね。私だって一応親なんだし、カズサが独り立ちできるまで一緒にいてやりたいって思ってる。けれどそのことを責められるわけなんかない。けれどもそれをウィーンで実現させることはできない。わがままではあるけれど、自分の一生のことだから。だってお互い自分の一生を生きる、自分の一生を守るために相手に期待したってことでは一致してる。だからカズサを無理やり日本に連れてきた、永住するために。それは素直な気持ちで受け止めれば俺にとって心の底から喜ばしいことのはずだった。ピアノの方に限って言えば、今の日本なら、今のカズサなら、もうヨーロッパじゃなくてもやっていける。5年前あんな悲しい別れ方をしたカズサが、二度と会えないかもしれないって思っていたカズサが、これからはいつでも会える距離にいる。もともとフリューゲルのじいさんは今年で引退だし、次の師匠も日本で見つけてある。橋本健二っていう若手ナンバーワンピアニストを育てたフランス人のおばちゃんでね。まあ昔は男取り合ってよく大喧嘩したけど。お互いや仲間たちの記念日に、それどころか単に思い立っただけでもすぐに集まれるメンバーの中にカズサがいる。だからあとはカズサが再びここで暮らせるか、それだけが一番の心配事だった。カズサと俺と、そして刹那のあの3人をいつでも再現できる。でも結局ダメだったみたいね。カズサを吹っ切れさせることも、カズサの思いを遂げさせることも。また3人でいられる。
けれどそれは5年前に温泉宿で永遠の友情を誓い合った3人ではなくて、誰もが誰かのことをもう友達だなんて思えない3人で、あなたこそがカズサを日本に戻すための最後の希望で、そして最大のネックだった。俺にそんなこと言われても、いきなりそんなこと言われても、あの子の気持ち聞いたんでしょ。それで受け入れなかったのよね。受け入れられると思いますか。5年間音信不通だったんですよ。どうやって信じろって言うんです。それはお前もだったろ。それは春樹もだったじゃん。なのになんかカズサが自分に連絡してくれるって何様なんだろうね。ずっと一緒にいた私が保証しましょうか。あの子が5年間どれだけ色ぼけてたか、会えもしないたった一人の男相手に。別にそんな。あの子は毎日10時間あなたと会話してたのよ。だから思いが色あせることなんかあるはずなかった。10時間やな。春樹が好きだと言ってくれたピアノ、それを弾くことがもうカズサにとってはね。それはカズサが毎日ピアノと語らう時間。親に反抗していた時期を除いて、そして俺に悪態をついていた日を除いて。そうやってずっと冷めない恋をしてたから、あの子のピアノはどんどん色っぽくなってって、いつの間にか世界に認められるようになっちゃって。そんなカズサの告白聞いたんでしょ。なら今さら信じられないなんていうのはなしよ。俺なんか釣り合わないですよみたいな感じでまた言い訳するんかな。幼稚な感性だからこそ、視野が狭すぎるからこそ、他に何も興味を持たなかったからこそ、カズサのピアノはあんなに輝いていたって。やっぱり芸術ってバカみたいだ。でもね、相手が悪かった。カズサにとってあまりに高嶺の花だった。俺が高嶺の花、どうして。だってギター君普通の人だもの。そんなハードルの高い相手、やっぱりあの子には無理だったのよ。意味が分かりません。だって私たちは普通の人の人生を壊す力を持ってしまっている。しかもそれを抑えることができないの。だからもしもあの子があなたを手に入れようとしたら、あなたの周囲の世界ごとぶち壊すことになる。日本にとどまらない世界規模での演奏活動、その才能と生活を維持するための膨大なコスト、ここ数日の本人すら望んでいない周囲の喧騒、生活の規模も人生の目的も幸せの基準さえも何もかもが違う俺たち。俺には一生縁のない、馴染めるはずのない世界。それは別のある人にとってはとても残酷で無情で本当にひどいこと。そしてもしリスクを覚悟で飛び込んだとしても、その時普通の俺のそばにいようとしてくれていた人は、刹那の幸せは。
ぱり考えるまでもない。カズサが好きになったのは本物の俺じゃない。カズサが勝手に作り上げた理想像に過ぎない。おい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 、始まった、逃避が始まったぞ。だって刹那はこの5年間ずっと本物の俺に振り回されてきた。そこの天秤にかけるんだ。理想と現実のギャップに苦しみ、対話を繰り返してやっと今の俺たちになったんだ。何？だから刹那の思いこそが、俺と刹那の語らいの上に築かれた関係こそが真実で。いいなあ、この言い回しマジいいな。すっごい好き、めちゃくちゃ大好き。何この絶妙な言い回し。なんかあれやんな、俺はこれだけ努力したんだから報われて当然だみたいなやつだよね。陽子さん、俺、陽子さんがどれだけカズサをかばっても、カズサの思いがどれだけ純粋で本物でも、いや、だからこそ答えは明確に俺の目の前に転がっている。刹那を選ぶことこそが俺にとって何の間違いもない満点の答えなんだって。俺、だから言わないと。俺には刹那しかいないって。はっきりとカズサに別れを告げるしかないんだって。だからね、ギター君、こうなってしまった以上、あなたはあの子を思いっきり振ってあげて。だよな、完全に断ち切ってあげんとな。まずは目の前の。せめて少しでも傷の治りが早くなるようにスパッと切り捨ててあげて。そこまで分かっていながら、またしても俺は失敗した。絶対に自分で傷を癒そうなんて考えないこと。あなたが少しでも隙を見せたら、あの子は絶対に諦めないのよ。心の中で決心したことを結局いつまでも口に出すことができなかった。そんなことあるわけないって思う？それこそ普通の人の感覚ね。おかげでいつの間にかまた立場は元に戻り、俺はカズサをかばう側に回ってしまう。カズサはね、本質的には私と同じ色状況なの。一般人並みの理性なんて持ち合わせてないの。陽子さん、また陽子さんに逆に追い込まれてしまう。出なければ5年も会わずにいた男をひたすら思い続けるわけがない。あなたの常識にそういう女はいるかしら。だからこれからも忘れない。下手をしたら、いえ、今のままじゃ確実に一生新しい恋なんてできるわけがない。そんな俺なんてほんの1年間クラスメートだっただけで、あいつにそんな思われることしたわけじゃ。それを決めるのはあなたじゃなくてカズサよね。やっぱ東間陽子には勝てんな。
どうして親子揃って同じこと言うんだ。これじゃあまるで陽子さんの言ってることが全部カズさんの気持ちそのものみたいじゃないか。もう一度言うわよ、北原春樹くん。お、けど陽子さん、あなたがあの子を受け入れられないのなら、今すぐあの子を捨てて、それがあの子のためなんだから。そんなことをしたらカズサは、あいつはどうなるんですか。それもカズサ次第。俺だけじゃなく陽子さんにすらもう頼れなくなってしまったら、目指すべき頂がたった一つの道しるべがまるで蜃気楼のように消えてしまったら、誰があいつを守ってやれるんですか。